服部秀博は、日本の政治家。元岐阜県下呂市長。岐阜県下呂市湯の島出身。1977年3月、岐阜県立増田南高等学校卒業。1978年9月、愛知学院大学小学部経営学科を中退。同年10月、終わり野生に就職。1983年7月、 有限会社終わりや成果を設立し取締役に就任。2003年10月5日、下呂町議会議員に就任。2004年3月1日、下呂町、萩原町、金山町、小坂町、混ぜ村の4町1村が合併し、下呂市が発足。これに伴って行われた下呂市議会議員選挙に出馬し当選。 市議3期目の2016年1月30日に市議を辞職。自由民主党岐阜県支部連合会が行ったゲロ市長選挙の予備選挙に応募する。予備選は3月4日に投開票が行われ、ハ部トリに対する推薦が決定した。4月10日、市長選執行。初代市長で元衆議院議員の山田良二を破り初当選した。4月18日、市長就任。 選挙の結果は以下の通り。当日有権者数28,185人。最終投票率 79.74%2020 年の市長選挙で元ゲロ警察署長の山内昇に敗れ落選。投票率は75.43%で過去最低を記録した。当日有権者数26,799人。最終投票率。 75.43%ありがとうございます。